お疲れちゃーんって思ったこと、最近何がありましたか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組は、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ八雲庵、琉球食経、名古屋のセラピスト、ゆずき、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。お疲れちゃーん。よくやった。小室ゆり、私。はい、私でございます。はい。ここ1ヶ月ね、ご案内してまいりましたクラウドファンディング、セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらのクラウドファンディング7月15日をもちましてチャレンジ終了とさせていただきました。その結果です。はい、よく頑張った、自分で褒めよう。うん、1ヶ月で支援者数は153名、そして支援総額は111万5700円。見事、自分で言う、はい、おかげさまで無事にサクセス、目標達成いたしました。ありがとうございました。そして本当によく頑張った、私、はい、肩の荷が下りました。ね、自分で言うのもなんなんですけど、このクラウドファンディング、出版社さんからのご依頼を受けて始めたクラウドファンディングだったので、失敗できないっていうね、プレッシャーもある中で、なかなか数字が伸びていかなかったっていうのも正直なところだったんですよ。なのでね、5日前で、終了5日前で 75% いってたかな、どうだったかなっていう感じで、終了2日前で 80%85% ぐらいまで来て、終了1日前ですって言って90からボンボンボーンと上がってって 100% サクセスという結果になったんですよね。これを聞いてくださっているそこのあなた、ご支援してくださっていらしたら本当にありがとうございました。心から心から感謝を申し上げます。ほいでね、こそーっと出してたリターンって、返礼品ね、27日にね、その前に、皆さんご存知のはずの7月28日埴輪の日に何があるか、はい、小室ゆりのバースデーです。小室ゆりのバースデーが、728埴輪にあるなということで、727なんだ、何は違う、何な何なの日に、小室ゆりとディナーできる権利っていうのを出したんです。そしたらどなたか入れてくださって、これ割と早い段階でこそーっと一番下にこうちょこっと置いてあったのが、ご支援いただいて、で、そうか、この日は昼間空いてるぞと思って、終了5日前ぐらいですかね、小室ゆりとランチできる権利っていうのを追加でリターン入れたんです。そしたら最終日にご支援が入りまして、この日は
ランチ、そしてディナーと、ご支援者様と2人で、はい、美味しいものを食べに行きたいなと思っております。はい、あのね、こうどちらも行くお店は私の好意にしていただいているお店なので、なんかしてくれるかな、なんかしてくれるといいなと思っております。本当にありがとうございました。3回目どうかな、今回結構ぐったりしてるんで3回目やるかどうか分かりませんけれども、3回目やるときは、もう死に物狂いでやるということをここで宣言しておきたいと思います。ただなせばなるということも、今回のクラウドファンディングで得た大切な自分の経験だったなと思います。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、今週もですよ、小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナーです。今回はこのクラウドファンディングを通しての小室ゆりが学んだことを皆様にも情報シェアさせていただきたいなと思います。そしてとある業界への警鐘もチリンチリンと鳴らしたいなと思っています。そしてこのコーナー毎月3週目は女風サプリ、ご担当いただくのは名古屋の女風セラピストゆずきさんです。今月は再放送をお聞きいただきます。このコーナーもありますよ。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週はおすすめの夏のドリンク飲み物編です。占い執筆ご担当は大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生が書いてくださっております。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、そっと送っておいてくださいね。メッセージいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今週はクラウドファンディングを通して得た小室ゆりの気づきを皆様にもお話ししたいなと思っております。このクラウドファンディング、書籍でのクラウドファンディングだったんですけれども、この書籍というのが結婚相談所を営んでいる方に届けという思いを持って書いた本なんですね。で、書いている内容というのはここ数週間ご紹介してきた通り、あり方とかトラブルになった時の考え方、性的同意、信頼関係構築、コミュニケーション、この辺のことを割とだからメンタリティに寄せて結婚と性という切り口で書かせていただいたんですけれども、クラウドファンディング終了してみて気がついたことは、結婚相談所の先生はセクシュアリティにそこまでまだまだ興味がない。今までだったらそんなに大ごとにならないだろうなって思ってたことがあってね、結婚相談所を退会するまで肉体関係は持っちゃダメよ、禁止されているんです。一応これがルールですなんですけれども、私結婚相談業を営んでいないもので、まあ、聞いた話としてお聞きいただきたいんですけれども、とはいえ体の相性を試してみないと分かんないよねっていうので、肉体関係持っちゃう会員さんも少なくないそうなんです。で、それを結婚相談所の仲人さんが知っているのか知らないのかっていうのは、まあ、そこのね関係性によると思うんですけれども、ただですよ、結婚相談所の仲人さんがこれから知っておかなきゃいけないのは、この本の中にも書かれている不同意性交当罪と
性的同意です。この2つのキーワードへの関心の薄さっていうのは結婚相談というご事業をされる上ではちょっと危険なんじゃないかなっていうのを個人的に感じたんですね。不同意性交等罪がなかった時は不同意だったっていうことを証明するのってものすごく難しかったんですよ。なんですけどこの不同意性交等罪、私は同意をしていませんという訴えが、できるようになったっていうのはちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、そういう訴えを起こそうと思えば起こせるようになった。ただここで裁判に勝てるかどうかっていうのはここでは一旦置いておきます。でここで何が問題かっていうと、結婚相談所で活動している方たちが結婚を前提にセックスをして、でセックスをした後やっぱり結婚したくありませんと交際や入籍をお断りした場合に、もしかしたらこれは不同意性交ですと、私は同意をしていないのに性交されたという訴えを起こす人も出てくるんじゃないのっていう懸念を私は抱いているんです。一つの考え方ですけれども、結婚をするつもりだったから受け入れたのに破談になったって言ったらムカつくじゃないですか。ムカつくと思うんですよ。何か仕打ちをしてやろうとか、このモヤモヤ悔しさを晴らしてやろう、金銭賠償をしてもらいたいって思う方もゼロではないと思うんです。その時の方法として不同意性交等罪というものがあったら、もしですよ、その時に同意をしていたとしても私は同意をしていなかったという訴えをすることもできるんじゃないかな。で、結婚相談所の先生たちはこのことを知らないという前提で、もちろん知らぬ存ぜぬの立場を貫くこともできるんですけれども、一方で会員さんが自分たちに内緒でルール違反をしているということを知っていながら放置をしている方もゼロではないという事実がある。まあそりゃそうですよね。ルールとして肉体関係持っちゃダメとは言いつつも、やってみないと合わないし、やってみて気づくこともあるでしょって考えておられる先生もゼロではない。そういう中でこの不同意性交ですと訴える危険性というのは何がデメリットか、訴えられることでこの結婚相談所の先生は自分たちがセックスをしていたということを知っていたにもかかわらず何もフォローを入れてくれなかった、結果僕は訴えられることになってしまったというような風評被害が起こり得るかもしれないというのが、私は知らないことの大きなリスクとして存在しているのではないかなと考えているんです。ちょっと考えすぎかもしれないですけれども、ビジネスリスクを考えすぎるぐらい考えておいて損はないと思うんですよ。じゃあこの不同意性交等罪、不同意ですと言わせないために何が必要か、ここで出てくるのが性的同意です。どんな小さなことであっても小さなノーを聞き漏らさずに小さくイエスを取り続ける、このような性的同意ができる会員さんに育てていくことが今後結婚相談所を運営する先生方に求められるスキルなんじゃないかなと、完全ガイアの、ただセクシュアリティの専門としてこれをビジネスにしている小室入りが感じているリスクです。結婚相談所の先生にはぜひこの警鐘を聞いていただきたいなと思います。弁護士さんにも確認を取ったんですけれども、大方この考え方はずれてはいないよねという話もいただきました。知っておいて損をする情報はありません。どんなことでも小さなことでも先取りの情報を取っていくことがビジネスに勝つ一つの秘訣だと思いました。もっと探偵を身近に。
安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月3週目は女風サプリ。ご担当いただくのは名古屋の女風セラピスト、ゆずきさんです。今月はゆずきさんから大切なお話の再放送をお聞きいただきます。それではゆずきさん、よろしくお願いします。名古屋の女風セラピストのゆずきです。今回は女性の気持ちいいってどういうことをテーマに、僕なりの考え方をお話しできればと思います。これは結構概念的な部分があるので、人によって賛否両論あるかと思いますけれども、今回は僕はこう思うというものをお伝えさせていただきます。まず男性の気持ちいいというのは分かりやすいと思います。物理的な刺激によって満たされます。性欲を満たす行為、射精がゴールと捉えていただければまずは良いと思います。男性の利用する風俗が、20分だったり40分の短めの時間でも成立しているのがまさにそうかなと思います。例えば男性が風俗を利用していけなかった場合、これによって満たされないと感じられる方は女性に比べ比較的多いのではないかと思います。それに比べて女性の場合は、女風で言えばコースの平均的な長さは120分、2時間です。これはおそらく男性からすると長いと感じる方が多いんじゃないでしょうか。実際に行くまでの過程を考えれば妥当な時間だし、それくらいかかるだろうと僕は思いますね。行くことももちろん重要だとは思うんですが、女性の場合は他に心の満足感も同じくらい、もしくはそれ以上に重要だと思います。実際に利用されるお客様からのご要望で、イチャイチャのみっていう方も一定数いらっしゃいます。これはいわゆる性感の施術がなしという意味ですね。体の刺激よりも精神的に満たされたいという欲求があるからだと思います。女性として大切に扱われたい、お姫様扱いされたい、あるいは気配りのあるサービスを受けたいという部分が満たされれば十分満足できるのが女性です。非常に
感性が鋭い女性ならではの感覚だと思います。僕ら男性はそこに寄り添っていかなければいけないと思います。心の満足感で女性は幸せになれるんだと思えば、例えば身近な女性、奥様だったり彼女さんだったり職場の女性だったりに強く当たってしまうとか雑に扱うっていうことはなくなるでしょうね。女風が流行るのはいいことです。ですが、まあ、同時に世の中の男性が女性を満たせていないからという側面も抱えていると思います。心が満たされることが女性にとっての気持ちいいの一つなんだと僕は考えます。まあ、もちろん施術を受けたいという欲求も純粋で尊いものなので存分に女風を利用していただければと思います。というのが僕の考え方です。こういった意見交流もできればと思うので、皆さんが思うご意見など X から気軽にご連絡いただけると僕も嬉しいです。自分の認識もどん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 アップデートしていきたいと思っています。今週はここまでです。ゆずきでした。ゆずきさん、ありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋キャンディーゆずき、名古屋 CANDYYUZUKI で検索をお願いいたします。 X でも情報発信しておられます。占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。あなたと飲みたい夏のドリンク編です。さあ今週もセクシーに飲んじゃうぞ。お羊座、とりあえず生ってあなたの真似をして注文してみたのに、なんでニヤニヤしてるの。お牛座、クリームソーダのさくらんぼはあなたにあげるわ。いつもあなたの大きいさくらんぼ味わってるもの。双子座、ガルピスってあなた何味が好き。濃さとか好みもあるでしょ。私あなたのガルピスならお休み後の味が好きだわ。ガニ座、ミルクセーキってほっとするわよね。やだ、そんな甘すぎるからってちょっとそんなとこ触って牛乳は出ないのよ。エッチ。獅子座、ラムネの瓶って上手に開けられた試しがないのよね。あなたのにつけてあげようと思ったんだけどうまくいかないじゃない。だから全部あなたにやってもらえると嬉しいな。乙女座、スポーツドリンクかしらね。私の水分ばっかり出してないで、あなたのもたくさん出してほしいの。天秤座、とろっとろのマンゴースムージーも素敵ね。別にあなたが口移しで他のフルーツを食べさせてくれてもいいの。サソリ座、ブラッディーマリーってカクテルにしようかしら。
トマトはお嫌い？大丈夫よ。気にならないぐらい強いお酒が入っているから、あなたと同じものが飲みたいわ。いて座。モヒートって知ってる？ミントの葉っぱが入っているお酒なの。とりあえず一緒に発祥のキューバに行ってみる？あなたの太い葉巻も楽しめそうね。ヤギ座。抹茶ラテとか？今はむせるぐらい濃い抹茶スイーツが流行っているんですって。あなたのには毎晩むせているんだけどね。水亀座。流行りの透明プリンが気になるわ。ねえ、飲めちゃいそうじゃない？あなたのも透明になるくらいまで頑張ってみる？魚座。ねえねえ、さっき私が何を飲んだか当ててみてよ。ちゃんとまだ舌の上にこのヒント残ってるんだから。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。蓮華先生、前回に増していろんなものが濡れておりましたね。どんどこい、ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ薬務庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。最後に、あなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。本当の愛はもはや何一つ見返りを望まないところに始まるのだ。フランスの作家サン・テグジュペリの名言です。本当の愛で見返りを求めていないつもりだったとしても、おやと思った瞬間に見返りを求めてしまっている自分が見つかったりしますよね。本当の愛を探し続けたいなと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなたに